ブルーで乾杯。こびきブルーの分解酒造の提供でお送りします。こんばんは、黒田理沙です。今日は二日市で大人気の居酒屋モッケーにお邪魔します。西鉄二日市駅、 JR 二日市駅からそれぞれ歩いて5分、通りに溶け込むさりげない外観のお店モッケー。1階は L 字型のカウンターを中心にした空間、2階はテーブル席や掘りごたつ席とゆったりした作りです。店長の米田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらはどんなお店ですか？はい、美味しい魚と天ぷらを楽しんでもらえる居酒屋です。おすすめメニュー教えてください。はい、うちのおすすめメニューはお通しです。お通し、はい、これお通しですか？そうです。この中から2つ、新鮮な海鮮物を選んでいただいて召し上がってもらってます。なるほど。今日のおすすめが九十九島の牡蠣と、はい、糸島のカレイの一夜干しです。七輪の上で焼くとまた香りがいいですね。そうですね。うん、おいしい。身がプルンと柔らかい。なんかこう海の塩気を感じるので、うん、何もつけなくても そうですね、そのままでおいしいですね。この焼酎に合うお料理教えてください。もっちり豆腐です。豆乳と生クリームを練って作っている当店の自家製のお豆腐です。へえ、わあ、もうプルプルですね。うん、もっちり。なんか大豆の感じと生クリームかな、はい、ちょっと甘い感じがして醤油の甘さと合いますね。食感が楽しいお豆腐と爽やかな焼酎がよく合います。ありがとうございます。それでは最後に一言どうぞ。二日市駅から徒歩5分、お腹と心が満たされる元気な居酒屋です。皆さんお待ちしています。それでは米田さんもご一緒に、今夜もブルーで乾杯。こびきブルーの分解酒造の提供でお送りしました。